はい、滋賀県は甲賀市忍者の里より参りました甲賀財布マイトです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、私たちは今回踊らせてもらうのは2014年、2017年、よさこいの富山祭りでも、披露させていただきました色祭りという曲をね、踊らせていただきます。この曲はですね、皆さんと一緒にこの関西で言ったら、あの挨拶でさ、商売人とかでもよく言うけど、大きにいう言葉ありますや。その言葉をふんだんにふんだんに使った曲でございます。ですので、非常に簡単な振りですし、なんならちょっとサビのところは真似もできるので、それをしていただきながら、すごい楽しい曲になっておりますので、その世界観も楽しんでみていただければなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、久々に踊るけど大丈夫かな。やばそうやな。ね。ということで、踊っていきたいと思います。行きましょう。さあさあ皆さん、ご一緒に。さあ始まりました甲賀財布マイト色祭り。皆さん共にこのよさこいソーラー公演に行くものか、皆さんと一緒に最後まで楽しみたいと思います。続いて
がとうございました。よかったね、踊り切れてね。ということで、先ほど踊っていただきました水の友の方、一人推しをプレゼントしてあげてください。ではお願いします。はい、回る回る回る、おめでとう。すげえすげえ、おめでとう。ちなみに初めて言うからすごい言ってくれ、何で選ばれたんですか？いや、旗も頑張りましたし、ちょっと大きくて僕の動きちょっと可愛い。旗も強い。ありがとう、戻っていただいていいです。はい、ということで受賞を推しに選んでもらいました。気持ちはどうですか？嬉しかったです。かわいい。このポッキーどうしますか？家でみんなで食べる。家族で食べるそうです。メンバーはもらえません。ありがとうございました。はい、ちょっと戻ってください。はい、出し出し。はい、ありがとうございました。で、これで以上ね、全チームの任務の公演終わりになるんです。が最後はやっぱりね、チームウェブで